て、どうしよう、先こいつ連れて帰るか、こいつ担いだま、いやーなんかまた担ぐ系のやつおったら2人はいっぺんに担げないしな。1匹ずつ連れて帰るか、とりあえず。鬼滅場使う？あの建物すごい気になるぞ。あれ建物だよね。なんだあそこ、あんなとこあったっけ。あそこがはしごのとこだから横だね。ちょ一回戻ろう。近いし歩いていく。あれ？あった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 。けどベッドあるっけ。秋のベッドは作ればいいか。もう最悪水に沈めとけばいいしね。よいしょ。どんどん患者増える。患者がもう、また連れてきました。君はちょっと置いといて、仕方ないベッド作ってあげよう。木のベッド。なんかビリビリ言ってるし、ここ大きな病室。あ、なんか大きくなった。なんかいっぱい来た、いっぱい来た。ちょ、密度がもう酸素濃度がやばいからちょっと出てくる。ちょっと下ろ、はい、よし。ちょ、敵来たよ、敵来たよ。配置につけ、配置につけ、お前ら。来い。ちょっと、決めたち、助けて。決めたち、助けて。あ、そっちにもいるんだね。服が壊れた。よいしょよいしょよいしょ、ハゲいけ。よし、装備。よし、イワシの炭焼き。まだちょっと釣り竿的なものはまだ手に入ってないから、先にその釣り竿ゲットイベント行かなきゃいけないってことだね。松明って何本かあったっけ。あるな。よし、じゃあ一回寝てもう一回行きましょう。マップにあった変な建物が気になる。先そっち行く。寄り道、上登ってから右の方に。見えてるし、あれだよね、右上のやつ。また患者かな。登りまして、あ、罹患灯がいる。はい、ああああ、もう一個上の武器が欲しい。もう一個強い武器が欲しいよ。剣的なものが欲しい。敵の攻撃を誘って避けて撃つ。これこれ、あー、何なんだこれ。鍵がない。さすがにもうチュートリアルじゃないから、裏側にすぐ落ちてるとかそういうのはないか。まだっぽいね、まだっぽいわ。ここは
先に進もう。あ、麻痺のやつがいっぱい落ちてる。気をつけよう。うん、上拠点がある。立てとこう。読む。アレフガルド歴帝と書かれた本が置いてある。はい。ああ、こんなおとなしい場所があのリムルラールであるとは信じたくない。リムルラールはかつて清らかな湖に浮かぶ、それは美しい島だったはずだ。それが今やどうであろう、草木は枯れ、湖は毒の沼となり、空気は淀んでいる。そしてわずかずつではあるが、住民たちの間に得体の知れない病が広がり始めているというのだ。リムルラールの人々は今残されたわずかな力で懸命に病と戦っている。しかし人間が完全に物を作る力を失えば、病に抗うことすら難しくなるだろう。そしてやがて人間は自分たちに病と戦う力があったことすら忘れてしまうのか。おう、人が物を作る力を失うことがここまで悲劇的なものだったとは。私はこのリムルダールの人々を見たときほど竜王への恐れと怒りを感じたことはない。わずかでもこの地で病と戦う人々の力になりたいと思う気持ちもあるが、私には自分で自分に課した使命が、役割が、刑務、責務があるのだ。私はこのリムルダールを後にし、次はここから来たマイラの地に足を運ぶことにする。ガンダム。なかなか噛まずに言えた方だと思う、今のは。読む。麻痺の森。着いた、麻痺の森。左の方が近いな。左から行こう、先。左。ちょっと待ち。あれはさっき落ちたとこかな。よっ。暗。綿ちょっと持ってこう。綿結構ね、今回必要。ベッドとか作ったり。ラフレシア。初めてのラフレシア。ん？あ、誰かいる。リリパッドじゃん。人間じゃねえか。ひでえ顔色だけど、お前もやっぱり病気なのか。何、これが生まれつきの歯、顔色だ。緑色の顔のやつに言われたくないだって。お前面白いやつだな。そんな俺に何か用か。釣りのやつかこいつ。リーパッドの里に住む釣り名人。あ、関係ねえやつか。間違いねえ、それは俺のことだ。お前かい。人じゃねえが、俺はこの里の釣り名人だ。よし、わかった。失礼なこと言ったわびに俺が釣り竿の作り方を教えてやる。けど一つ頼まれてくれねえか。俺は今ちょっくら困ってるんだ。実はこの間すげえ大物を釣り上げて、この釣り場の壁を壊しちまってな。壁に穴があると仕事サボって釣りしてんのが仲間にバレる。穴埋めて壁押しでしょ。あ、それはお安い御用だぜ。それはお安い御用。もう土でいいだろう。全部埋めちゃっていいのこれ。なんかさ、入り口的なのとかあるやん。そんなん関係ない。埋めちゃう感じ、埋めちゃう感じだね。はい。もしかして、ここも？あ、ここもね。はい。てか、ここ危なくない？これ絶対落ちるだろ、これ。あ、だめだ、だめだ、ちょっと考えろよ、これ。ちょっと、壊していいかな。もう一回、あれしたし、ここ入り口にしようよ。入り口はないと。壊せんのかい、ここ。壊せんのかい。どうやって入るんだよ、じゃあ。わ、なんかうまいこと入れた。あ、ここか。ここ開けてきゃいいのか。うん、しゃあない、設計しといて。ここ、キャンパイア端っこ。はい、いい感じじゃねえか。これなら仲間にバレずに釣りに没頭できんな。などうだよ、エテコ。お前本気で釣りをやってる、やってみる気はねえか。
俺はなんだかよくわからねえが、無性にお前のことが気に入ったぜ。お前が何と言おうと、お前は今日から俺の釣り友達だぜ。釣り友ができた。釣り竿の作り方を教えてやる。バンバン魚を釣って偉大な釣り人になれよ。あいたーす。釣り竿。うん。よし。これで戻ってから作りゃ、一つまた依頼、クリア。先に進もう。そこの塔が気になるな。そこの塔行こう。気になる。あ、これ倒してないよな、まだ。倒そう、一回。フレイ！なんか飛ばしてきそう。飛ばすなよ！初めての麻痺バリかな、読めなかった。これも取ってない。ゴワゴワした草、しっかりした布、包帯的なやつかな。これちょっと取ってこう。これはいくつかいるだろう。でし、なんだ、あ、え、あ、そっか、踏んだから、あ、踏んだからちょっと麻痺ったんだ。ちょ、踏むのマジでやめよう。危ね、あああ言うてるそばから、言うてるそばから踏むやつ。なんだこれ、残る。うわ、かっこいいこの家。ちょっと部屋の条件満たして、ビリビリする、体がビリビリ動けない。だ、誰か助けてくれ。使うも何もな、まだその麻痺直すやつもらってねえからな。とりあえずこれちょっと置いとこう、また多分次の依頼で麻痺のあれ作ったら、次こっちに来なきゃいけないでしょう。ドラキーマ、タホドラキーマ、タホドラキーは黄色だったっけ。ドラキーマか。危ないな、ここ、ほんと。めっちゃ生えよる。あ、またあっちにもなんかある。あっちも行こう。あ、また。これは作っていく。よいしょ。日が暮れそうだ。もしかしてこっちにもさ、ビリビリするとかいうやついんのかな。え？え？お？お？ちょ、視点が、ちょ、これバカか、この作り、バカ設計か、これ。視点が合わんぞ、これじゃ。やられちゃったよ。注意してたはずなのに、キャタピラーの巣に近づいちゃって、そのままチクッと刺されて、あとはもうビッて感じて、だっとて回復さえまでいい家に引き込んだっていいね。いたっつ、椅子があるのと、椅子があるだけだね。見えにくいし、ちょっと広げていい、ここ、広げていいかな、ちょっと広げる。広げようよ。この列広げよう。勝手に壊す。あ、もう一人いた。わあ、なんだ、人間かよ、びっくりさせんなよ。せっかくバリケードを作ったのに壊しちまいやがって。キャタピラが入ってきたらどうしてくれんだよ。知らねえよ。もっと見やすい家作れじゃん。ちょっと朝になるまで待つか、ここで。朝明けるまで待機。すごいことに気がついてしまいました。開けました。これさ、今画面をさ、じっと見つめててさ、右下のカメラリセットってのを見つけてしまって、スティックを押し込むとね、例えばこうした時に
これ閉じ込んだ。すごくない？こ、すごくない？これ知らなかった。パート30超えて初めて知りました。行きましょう。知らなかった。めっちゃ麻痺のやつある。みんな知ってた？これ豆知識じゃない？みんな知ってる？ちょっと倒しとこう。うわ、刺す、刺すなよこいつ。やめろ。どっか行ったし、無視しよう。どっか行ったし。なんかこの縦穴式住居がいっぱいあるね、ここら辺は。おい、ビリビリする。そんな裏技あったんや。全然知らんかった。グーキャタピラーめ、やられすぎやろここのやつら。どんだけキャタピラーにやられてんの。麻痺の薬ちょっとまだないかな。まあまた麻痺のあれ作り方を教わったら持ってくるから、もうちょっと待っててくれ。んーで、もうちょい先だね。うん、あそこだ。行こう。うわぁ、よっ、あっす。結構判定広いんだよね。判定広い。話す。なんだお前、邪魔をするな。そこをどけ。この先にあるキャタピラの巣は私が、破壊するのだ。体さえ動けばキャタピラなどに負けるものか。やられてるんだね君もね。くっ、なんとかキャタピラの巣を壊してみんなを助けないと。このままじゃリリパットは全滅だ。リリパット弱くね。まあとりあえず倒しはいいってことでしょ。勝てるのか。勝てるか。よし、いける。よし、よけるよける。あ、一撃、一撃、はい、はい、やっ、無限脇か、ここ無限脇臭い。どうするの、こういう時は。長年のエテポンゲの勘がこう言っている。埋めろと、穴を埋めろ。違った。なんだここは。その素材、このキャタピーから、キャタピーが落とす素材を取れるよっていうとこかな。えけどさ、クエストマーク出てるしな。ん？しまった、踏んじゃった。とりあえずこの素材持って帰りゃいいのかな。うん、なんか濃いよね。無限脇だもんねこれ多分。無限脇だ。じゃあいいや、一回戻る。しつこい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 。一回戻るわ。軽く素材集めしながら戻ります。うん、町から一また一回カットして始めますね。いやー